こんにちは、パイプジャパンへようこそ。今日は喫煙の吸い方を日本の喫煙関係の第一人者、広島田さんのご指導のもと、皆さんにお伝えしたいと思います。細かいことはうるさく言わず楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。喫せると葉っぱを用意しなければなりません。葉っぱは街中で売ってる小雪を使います。これも街中で買ってきました。皆さんはきっと売ってるところがないかと思いますので、海外の皆さんですね、巻きタバコ用のシャグなどでも代用ができます。いろいろ試していただければいいかと思います。中開けてみるとこのようになっています。これをちょっとだけ取って丸めます。さて、丸めたものにもう一度ジャケットをかぶせるぐらいのつもりで上からかぶせていきます。で、ここに尻尾と呼ばれるちょっと出っ張ったところが出てきました。これを作っておいて、ここに火をつけます。準備としてはこれで出来上がりです。なんて簡単。尻尾に火をつけます。日本では江戸時代、つまり侍の時代には持ち方でその人がどんな人か分かったそうです。例えば侍ならこう持つ。町人、つまり一般の人ならこう持つ。でも今の時代、お好きなように持てばいいんじゃないかなと思います。さて、吸う時の注意を一つ。美味しく吸うためにはこの膝やガム首を吸い口よりも上に持ち上げてはいけません。なぜかというと、ここから苦い汁が伝わって落ちてくるからです。これをヤニ下がりといって、日本ではいい意味では使われません。江戸時代初期、戦国時代のスター大名伊達政宗は朝起きてこれを2服吸って、その日やることを考えたそうです。そんなリラックスした時間を過ごせればいいんじゃないでしょうか。さて、吸い終わったら、時代劇、日本の古い侍の時代のドラマなどではこれをガンガンと叩きつけて灰を落としますが、そのような品がないことをしてはいけません。手のひらにこう置いてと落とします。さて、残ったカスがあればここでさっきのマッチでこすり出します。ライター、市街用のライター、パイプ用のライターなんかでもいいかと思います。火をつけるのはですね、こうやってこすり出せばよし。あとは普段のケアはこういうモールで掃除したりすればいいのではないかと思います。最後に残った煙を外に吐き出して終わりです。ぜひ楽しい時間をお過ごしください。